この映画を制作した目的は、台湾の単なる記録映画を作って世に紹介するばかりが目的ではありません。我々日本民族は毎年100万の人口増加と開発され尽くした貧弱な天然資源とのために、ただ狭い島の上にもがいているのであります。しかるに今日の世界は日本の移民を拒絶し、日本商品を排撃しております。我々はこうした情勢を打ち破るために、北に強固なる国防の一線を隠し、さらに南に産業と経済の生活線を開いていかねばなりません。こうした場合、我々の前に重要なる地位を占めるものは何でありましょうか。すなわち台湾であります。帝国が南に伸びるための礎石とも言うべき台湾の存在を深く再認識せねばなりません。我々は南方へ伸びる第一過程として、まず近代台湾について知るところがなければならないのであります。熱と光に恵まれた台湾、それは我が日本の富の泉であります。日本領土の中でただ一つの熱帯および亜熱帯地である台湾は、日本群島の最南端にある大きな島で、大体の形は木の葉を裏に置いたようであります。東は太平洋の波を受けてアメリカ大陸があり、西は台湾海峡を隔ててシナ大陸に接し、南はフィリピン群島と我が重大生命線たる委任当時の南洋群島があります。すなわち台湾は帝国の南方第一関門として、国防的にも経済的にも最も重大なる存在を示しているのであります。気候は亜熱帯から熱帯にまたがるために、その暑さは決して低いとは言われませんが、ただ夏が長いというだけであります。冬はもちろん内地の日ではなく、四季緑をなし、米は二度収穫があり、美しく美味しい果物は常に実り、百花繚乱と咲き乱れた実にジャスミンの香り高き南国の夢と宝の島であります。台湾が我が領有に帰したのは明治28年4月17日、下関条約が締結されてからであります。我が領土となってから同年6月14日、樺山海軍大将は第一代の総督として赴任し、台北城を見切り、同17日、時の近衛師団長にておわした北白川宮義久親王殿下のご退任を仰ぎ、ここに総督政治の施政式を挙げ、次来40育成層今日の絢爛たる文化台湾を生んだのであります。海嶺前の台湾は清国政府より治外高等として放置され、その住民は苦害の民とされておりました。しかるに海嶺とともに日本はこれに忠良なる帝国臣民をもってどうか国育に努め、その功むなしからず海嶺後数年ならずして武士の反乱を鎮定し、産業の指導奨励、鉄道、港湾、交通の建設改修、通信事業、衛星の完備、治水灌漑事業、離岸事業、教育普及に、地方制度改革に、軍事に各藩の事業は着々整備し、その成果を上げ、次に今日のごとく全く昔日の面目を一新するに至ったのであります。核のごとく単日月において好成績を上げた者は世界植民史上に稀でありまするが、これ筆記を我が皇室の一子同仁の計画は申すまでもなく、また官民一致協力の努力による血と汗の結晶であります。日本と日本人の力で築いた信仰の台湾であります。台北市は台北平野の中央にある台湾総督府の所在地であり、台湾の首都であります。そして台湾で最も繁華な文化の都、政治の都であります。
私は元城内満家大豪邸の三市街に分かれておりましたが、明治44年8月未曾有の台風襲来によって在来の品式家屋の大半が破壊されましたので、当局はこの機に淡水川岸壁の築造を完成し、城内をめぐる城壁を東門、南門、湘南門、北門を残して取り壊し、その後にリングガーデン、すなわち三線道路を設け、理想的都市計画を実施し、全く市街の面目を一新したのであります。大牧市の中心であるいわゆる城内は、主として内地人の居住者が多く、城内の中心に総督府があり、この総督府から南にはほとんど官営と学校があります。明るき理想の摩天の塔は、ああ揺るぎなき星の印、ここは西民の誇りぞはゆる。には立ち並んでおります。台湾都市は機会あるごとに在来の旧式な建物から近代的文化建築に移りつつありますが、特に台北市の文化様式には著しい変化が現れております。しかも一般に台湾の文化様式の都市は主要街路が放射状に、あるいは五番の目のように拡張され、淡々たる大通りは人道と車道とに分かれております。その人道は我が国においては他に例を見ない独特なものであります。幅2軒の軒下には停止客というものが設けられておりまして、これが人道となって100度以上の炎天にも、白つく雨の日にも、傘や高桁の必要がなく街を歩ける全く理想的な人道であります。として市営バスがあり、タクシーがあり、人力車があります。人力車は大変賃金が安いので盛んに利用されております。また台湾には騒音を立てて走るあの不愉快な電車はありませんので、自然に静かな快適な街となっております。
台湾神社は台北の北端にそびえている天山山の中腹にありまして、この神社は大国の玉の御事、大国主の御事、少な彦の御事、それに北白川の宮義久親王殿下をお祭りしてある寛平大社でありまして、台湾鎮護の神社であります。台北市内の大道亭と万華には本島人の居住者が多く、中でも大道亭は本島人の商業区域で米茶の取引の中心を成しております。レンガ造りの大商店が軒を並べ、城内と甚だ異なった異国的な城址を漂わせております。台北市から南へ約12キロの地にあたる景勝の地でありまして、付近はいわゆる三市水明、新天系の清流は乱をたたえて台湾の仏川とも言われております。祈願はそびえ立ち、石壁館の景勝を作っております。新天の上流、ここから矢を射るような激流に肝を冷やしつつ、船で台北に下るのはすこぶる痛快であります。船頭さん、この水はどこへ流れているんだねと聞けば、台北市に沿って流れる淡水川であると答えます。これが台北市中を流れている淡水川、遥か彼方に見えまするのが七星山であります。その麓には有名な早山温泉がございます。
ちの大屯山。その麓にありまする北東温泉、観光客は必ず一度はここへ来ると言われている。一年を通じて客の絶え間のない非常に繁盛をしている温泉であります。20年の歴史を持つ淡水ゴルフリンク、御内地のゴルフリンクも遠く及ばない、なかなか優秀なリンクでございます。新竹地方は北部台湾中最も古くから開拓されたところでありまして、その開発は遠く約300年の昔からと言われております。そして新竹はかつては北部台湾における文教の中心地でありました。新竹州の千歳る農産物は米、茶、本館等が主なるものでありまして、その他鉱産、畜産、林産等もまた豊富であります。特に石油、天然ガスは周回至るところにあり、その埋蔵量はほとんど無尽蔵と言われ、昭和8年以降産業の実施に伴い各種産業は躍進的発展を示しているのであります。新竹州の茶は年産1200万人、全島の約6割を占めております。台湾のお茶は春夏秋冬にわたり主として北部の畑もしくは山に産出いたしますが、その製法によってウーロン茶、甲州茶、紅茶に分かれます。ウーロン茶は主としてアメリカへ、甲州茶は主にジャワ、その他南洋方面および満州国に輸出されるのであります。台湾の代表的紅茶である日東紅茶は日東拓殖農林会社の茶園より栽培され、その産出は近年急激に増加して、日本内地はもちろんのこと、英国、米国、ペルシャをはじめ各国に輸出され、内地および海外市場を相手とする特産品として鋭意優秀品の産出に努力しております。この日東紅茶の工場は近代的設備の点におきましても世界に誇る見逃すことのできないものがございます。台湾の石油は全島面積の大半を占め、至る所輸送に富み、蓄光鉱金水はすでに天下に名を知られております。金水では池の中にも天然のガスが噴出しております。ガスからガソリンができます。我が国内で使用されているガソリンの4分の1は台湾で作られるのであります。またプロペンガスができます。燃料ガスは東京で1年間に使用されている分量がここでは一つの井戸から取れるのであります。ガスをカーボンプラントに送り、送られてきたガスを燃やしてすすを作り、これがカーボンブラックとなります。最近事業を開始した咽頭市、鉱山、鉱工通商等の各油田も皆すこぶる有望で、非常時日本に力強い貢献をなさんとしております。中部台湾の首都台中市、米の台中、バナナの都。台中は台湾が日本の領土になってからの信仰の都でありまして、
築整然として緑川柳川の清流を擁し、柳を拝した太中氏は静かに美しく台湾の京都の章があります。台湾が熱帯から亜熱帯の地にあることは、四季いろいろの果物を生産するに恵まれております。素菜果実は実に30種に上り、山岳もまた2000万円に達しております。台湾の果物の中で大座を占めているものは、内地の人たちに一番愛好されているバナナであります。バナナは平地でも山地でもできます。これがふさふさと実っているありさまは、いかにも南国気分を思わせます。中でも台中州が最も多くこれを栽培しており、全山岳の5割を生産し、残りは高尾州下の平地より生産されているのであります。こんなに大きく実った色もまだ青いバナナを幹から切り、これを幾房にも分けます。やがてそれらはその産地から手押し台車でバナナ検査所に運ばれてまいります。運ばれてまいりましたバナナは、ここで特等品、一等品と四等品までに分けられます。不良なものは省いてしまいまして、迅速に、そしてまた丁寧に荷造りをされ発送されるのであります。台湾バナナの主産地は台中と高雄の両州で、年産350万籠に達し、年産額は1500、600万円と言われております。台中、台南、高雄の3カ所に生産者の同業組合があり、連合会があり、また生産方面の機関となっております。別に販売機関として台湾製菓株式会社がそれに当たっております。輸出は内地はもとより朝鮮満州、北シナ島広く販路を有し、実にバナナは台湾の熱と光が生んだ極めて重要な特殊産業であり、全国果物界の大座を占めております。台湾では米が二度取れます。蓬莱米という内地米とほとんど変わらない良い米が年に二度取れ、盛んに母国へ輸出されております。母国に米が不足するときは、植民地の朝鮮と台湾からの供給で満たさなければなりません。外米の輸入を防ぐことが必要であります。母国に対する台湾の使命は、砂糖の自給自足とともに米の自給自足を図る上からしても、その使命は実に重大なものであります。米を生産する台湾は米の袋がまた必要であります。本島米産地の中心を成しているここ豊原では、盛んに麻の米袋が製造されております。太閤清水、
この付近一円は昭和10年4月21日午前6時大地震に遭い非常なる惨害を受けたのでありましたが、はや今日ではかように復興されております。帽子編みは女の内職として年額250万円と聞けば誰しも驚くに違いありません。5歳ぐらいの子供までが編むパナマ帽子の販路は遠くアメリカへほとんど輸出され、その他欧米中心地を対象として新興日本の国際的商品にごし堂々進出しつつあります。昭和は明治28年清泰の駅で北白川の宮当時ご遺跡地として名高い八景山を背にした市であり、台中市に次ぐ交通と商業の中心地で非常に繁華であります。海抜728メートルの山上に鉄輪の形をした実端と月輪の形をした月端とが相接して、いわゆる実月端を成しております。台湾の中禅寺語と誰かが呼んだことがありますが、湖辺に丸木舟を浮かべて釣りをしている原始的な姿はモーターボートで走る中禅寺湖よりむしろ趣の多いものであります。また湖水の東岸にあるカバンの部落で女たちが集い、長いのや短いのやいろいろの杵をついて歌うカバンの杵歌は、庭先にある臼のような石を叩きながら愛情を帯びた声を張り上げて節も面白く、これが谷間にこだまして静かに湖の上に流れて行き、月明の夜に湖上でこれを聴けば何とも言えぬ見事な音楽の回響をたたえ、一種の神秘をさえ感じさせるのであります。ここは台湾最大の湖で、周囲の緑の山を映し常に紺碧の色をたたえております。この水は水圧鉄管を通りジェネレーターの響きを上げ10万キロの電気を発電し台湾各地に送電されております。台湾電力会社は24万キロの電力を準備することとなりました。工業台湾の原動力、躍進台湾の経済と文化の進展はこの台湾最大唯一の動力供給地から出発いたします。台南市は後期2200年代、今より300年前、台湾がまだ人煙気圧で諸物混沌として整わない時代からすでに主婦の勘を備えていたもので、オランダ人の渡来、帝政公の領代、明朝の地下、各時代を通じて本島政治の中心となっておりました。また文学、商業、文化の輸入は全てここからでありました。現代は本島第二の都市と言われている台南市は、本市自体が本島文化の一大展覧場で幾多の旧市あり、古い寺廟等が現存しております。
石棺楼は慶長3年の頃オランダ人の建てたプロビデンチャ城で、今は城の基礎の一部を残しているに過ぎません。建築全部レンガを用い柿灰で施工したこの城は280幾年後の今なお厳然としてほとんど原型を保っております。国戦屋合戦の物語で知られている定成功は、我が寛永元年九州長崎の平戸島川内浦に生まれ、父は民の人定子流、母は平戸の豪子田川氏の娘でありました。開山神社の正殿には定成功を、後殿にはその聖母田川氏が祀られております。ゼーランジャ城は西暦1624年オランダが台湾を占領して後蘭人の築いた城の跡であります。寛永7年日本人浜田弥平等が長崎商人のため蘭人の亡霊を復讐したのはここであります。我が国が台湾を占領してからはこれを修築して安貧税関として灯台を設けております。この城跡から見える安貧海岸一帯は塩田であります。西塩で内地と異なっているのは、台湾は熱と光に恵まれているのを応用し独特な方法でやっていることであります。内地のような砂地の塩田ではなくタイル張りのような塩田で、そこで海水を太陽の熱で結晶させているのであります。霊峰新高山は賢くも明治天皇のご命名をかたじけなくいたしました。台湾の参詣48座の頭となり、海抜3950メートル、富士山をしのぐこと203メートル、日本第一の鉱山であることは言うまでもありません。台湾全土を南北に縦走しているこの3000メートルを超える中央山脈の森林は、熱帯林から温帯林、寒帯林にわたり各地帯の樹木を網羅して鬱蒼たる大森林は果てしなく続き、一朝一夕に開かれない険しい深山で世界の人々から注目されております。天然の一大宝庫と言い伝えられ、この埋もれている不言の鍵は一人勇ましく探検家の手のみが握っております。林野の面積が全土の約7割を占め、その最も大きいものは有山であります。有山は新高山の西方に連なり、桃山御陵、橿原神宮、箱崎八幡宮、明治神宮の御造営に御用材の公営を担っております。この森林の経営は総督府営林所の所管に属し、雲西には有山鉄道を施設し、
なおまた伐採を終わったところには全時植林を行うと極めて大規模な経営を行っております。伐採した木材は我が国唯一の特殊な運材車で、先天右極のスパイラルと数回のスイッチバックによって下り、鍵に輸送されるのであります。鍵は鍵農林の野球で知られているあの鍵氏であります。台南集荷にあり、台南に次ぐ都市であり、また新高有山登山口としても知られ、有山から出る木材の集散地であることが鍵氏を活気づけております。16万坪の台湾総督府営林所経営の巨木場に最新式の製材機を装置し、その規模の大いなることはいかなる巨材をも自由にし、本邦製材工場中まれに見るものでありまして、東洋一の製材所と言われております。鍵から南へ3マイルの地点が我が国の北回帰線の地にあたっております。これまでが亜熱帯地であり、これより南は熱帯圏内に入るのでありますが、熱と光から生む特産物として砂糖のあることを忘れてはなりません。実に陶業は台湾の根幹的産業であります。台湾の企業はそこの移住地に伝わり、占領していたと、すでに砂糖は台湾の特産品になりました。しかし領土になった頃にはまだ幼稚なものであったが、総督時代に総督府の手で奨励するようになってから次第に発展し、長い間の理想でありました自給自足ができるようになりました。しかしこの間、政党復帰者の努力は真に涙ぐましいものがあります。世界における台湾陶業の地位はキューバ、インド、ジャバの次で第4位に進んでおります。そうして我が国陶業の中心、すなわち主産地は言うまでもなくこの台湾でありますから、台湾は大いに花が高いわけであります。国の文化の程度は砂糖の消費率、すなわち一人当たりどのくらい砂糖を舐めるかということで分かると言われております。でありますから、文明人の皆様方はどしどし砂糖を召し上がっていただきたいものであります。実際文明国人ほどよく砂糖を舐める。今ではデンマークが1年一人当たり54キロを消費しております。これが世界における最高の消費率であります。次は北米合衆国人および英国人の50キロ。日本人はどうかというと、世界大戦前までは1人当たり5キロに過ぎなかったのが、今日では文化の程度も進み、砂糖を原料とする製菓、練乳、缶詰、その他の工業が発達し、消費高も戦前の2倍以上に増加して1人当たり13キロ。日本の砂糖消費高はここ10年間に平均70万ピクルずつ増加してまいりましたが、もしこれ以上産糖額が増加しないとすれば、30年後には2800万ピクルからの砂糖を外国から輸入しなければならないことになります。1ピクル10円としても総額2億8000万円という大金を外国へ出すわけであります。砂糖消費のためにこれだけの金を失うということは国家にとって大きな損失であります。どうしても今後の消費増加に対応して、どしどし砂糖の増産を図らなければならないわけであります。台湾以外の各地の産糖も今後次第に増加するでありましょうが、何といっても母国の消費量の大部分を賄っているものは
台湾の他にありません。台湾陶業の使命はこれからいよいよ重大であります。砂糖の原料である甘藷は苗を植え付けて1年半後に十分に糖分を含んで成長するのでありますが、だいたい8月9月頃に植え付けてから翌年の12月から3、4月頃までに収穫するのであります。刈られた甘藷はできるだけ迅速に工場へ運び、汁を絞らなければなりません。時間が経つにつれて甘藷の糖分が失われるからであります。一行部の畑から甘藷が10万人収穫できるとして、これを傘に積むと13台になります。これが甘藷を耕作する農夫に500円内外の収入になるのでありますが、大抵の農家で 2,3 校の畑に甘藷を耕作しておりますから、1年に奨励金などを合わせて 1,000 円以上の純収入があります。その上気候が熱帯であるがために衣類も多くいらず、粗食をしてもっぱら金券貯蓄一方でありますから、内地の百姓に比べると台湾の農夫は羨ましいほど有利な立場にあるわけであります。工場に送られてまいりました甘藷は機械科学のメカニズムな音に乗せられ、正統の第一関門で汁を絞り取られ、絞りかすすなわちバカスはそのままボイラーの釜に入って燃料となるのであります。糖蜜からアルコールが作られます。燃料国策からアルコールの製造も近時ますます盛んになってまいりましたが、分けても無水アルコールの製造は製糖会社が犠牲を払って国家の燃料国策に従軍せんとしているのであります。総督府糖業試験所では甘藷から摂取するアルコールの純粋度の多いものを作るごとにかようにして苦心しているのであります。我が国の燃料自給自足の国策に台湾の製糖会社は一大貢献をなさんと準備中であります。台南州下にある河南大衆は10カ年の日誌を費やして昭和5年4月に竣工されました。サンゴ炭の礁あるこの貯水池は周囲58里、村山貯水池の4倍あるといいます。東洋第一の水利事業で台南州下15万公布に給水しております。水路の延長は幹線26里、支線280里。この大衆が竣工して以来、米、甘藷等の増収が年額240万円に達しております。3年輪作がこの給水事業の特徴であります。台湾南部における最も重要な要衝を持つ新興都市で、高雄州の首都であります。海岸線の屈曲極めて少ない本島にあって、北にキールの、南に高雄の二大港湾があります。その一つの南方の高雄港は台湾南部の物産、砂糖、米、バナナ、パイナップル、セメント等の輸送に重要要港であり、また遠洋漁業の本拠地で、同時に帝国南進国策の削減地であります。高雄は近時工業都市としてもますます躍進しております。
今後の高尾の躍進は期して待つべきものがあるでありましょう。政党の台湾政党が今にあります。この金城天皇陛下摂政にお合わせしときこの地にならせられた右に会社でしつらえた呼吸計所の一本の竹から芽を出してかように繁茂したものであります。モースも賢き極みながら竹の園の境に境ゆく随走を帝国南端のこの地に配してますます皇室のご繁栄をご問う次第であります。平等市民は毎年一回随築の前に祭典を行いはるかに皇室尊崇の姿勢を捧げているのであります。
最南端グランピ、西はシナ大陸に迫って相対し、南は南洋諸島に宿る間に望み、白亜の灯台は太平洋の怒涛を受けて岩頭に立ち、帝国の最南端を守り、帝国の経済的南進の指標となって、日照期とともに惜しくも輝いております。人々よ、帝国の経済的南進国策を認識せよ。その唯一の足場は台湾であります。内地からキールルへはカイロ神戸を出版して三昼夜、文字を出て日中屋で着きます。船は1万トン級の優秀船6隻が配せられていて、内大定期航路は内地と台湾との航路とも思われない豪華版であります。台湾は南方開発の国策指名追考機関として新たに創立せられた台湾拓殖会社をして、移民招致その他未開地の開拓、綿花の栽培、拓殖金融事業等主従画策されております。台湾にはまだまだ開拓の余地が残されておりますが、台湾拓殖の使命は一人、台湾島内のみならず男子南洋における法人事業の助成を出し、法人発展の中枢機関としての使命を持っております。内大無線電話、内大航空は東京、大阪、福岡と台北の間をわずか1日の連絡に短縮されております。内地と台湾は常に接し、産業と経済南進国策のため、我々は挙国一致で追考しなければなりません。太平洋に面した東海岸地方は、市街地や各藩の文化的施設は西台湾に比べて特殊のものがございます。東台湾には未開発のものが多く残されております。それゆえに今後の東台湾の開発は多くの期待を持たれ、総督府も東台湾開発調査会を設けて、地方官民も開発の域に燃えているのであります。ここでは炭素の絞りかす、すなわちバガスを燃料とせず、無人蔵に出る本島の石炭を燃料として、その代わりバガスを台湾工業に譲り渡し、バガスから紙を製造しております。精子の原料である木材パルプが本島では産しないため、今後このバガスからの精子事業はますます有望なる事業となりましょう。鉄道は台北から周防まで、これより自動車の便で臨海道路を南へ走ります。この道路は本島における道路工事中最も大規模なものでありまして、14年の歳月を費やしてようやく完成の域に達したもので、すなわち東洋一と称せられ、大理石の大断崖の中腹を塗って紆余曲折し、山と海と渓流等を見て縦横無尽に31里の朝廷を花蓮港に向かって走るのであります。タッキリ系の右岸より小トンネルをくぐれば大理石層の断崖そびえ立ち、そのすぐ下は40億円の砂金埋蔵によって名高いタッキリの渓流であります。空港名尾の大タロコ、我が大タロコは峡谷美と豪壮なる大断崖と、行く手には豪寒山ほか十数座の高峰を有することにおいて東洋一、世界に稀なる風光と称せられております。
ここは国立公園候補地であります。花蓮港は花蓮港町の所在地であり、東海岸中重要なる寄港地であります。陸路は周防から東海バスが毎日3回連絡して台北に結び、また台東鉄道の起点となり、海路は汽船が寄港いたしますが、太平洋の波涛の寄するところでありますために、風の強く吹くときは寄港することができません。資源豊富なこの地方の産物を輸送するのに大変不便で、東台湾の発展を阻止されておりましたが、執行をもって東台湾地方の発展の急務となし、莫大な費用を投じ、沿岸に防波堤を築き、陸地を掘り、執行も完成しつつあります。完成の上は6000トン級の船舶が岸壁に横付けすることができまして、東台湾の進展を約束されているのであります。台東は東鉄道の終点でありまして、花蓮港との間173キロ、東台湾の南端にある市街であり、台東町の所在地であり、台東町下の物資集散地であります。付近に三島高14万ピクルの台東製陶会社があります。このヒナの木はマラリア病の解熱剤原料であります。昔インドのある地で発熱のために苦しんでいたものが、付近に池のあるのを見て、その池の水を飲んだところが立ちどころに病が癒えてしまいました。不思議に思って調べたところ、キナの木を発見をいたしました。以来キナの木は解熱剤の原料として珍重せられるようになったと言われております。台東町下七本温泉から登った山地に星製薬会社の手によって栽培されております。熱帯特殊産業であります。内地の方々が興味をお持ちになる高砂族は現在15万人、元は蛮族と称せられておりましたが、今は高砂族と改称された台湾土着の住民であります。かつては首切り等の兵風もありましたが、今は非常な勢いで文化の風を得しております。この実情に通じないものが、今なお万人が首狩りをするように思っておりますのは非常な間違いであります。現にこの踊りを撮影するにあたりましても、我々種族はいつまでもこうして踊りを踊っているように思われたくない。またこの踊りを踊る者は青年団諸女会の若者であるから、踊りのために一日の仕事を休むことは村の繁栄に関わることと一度断られたくらいで、かように彼らは原始的生活を脱して経済的な生活を営もうとする傾向が著しくなりました。今では水田などの保留獲得に不信したり、また各種労役に従うことを喜んだり、金券貯蓄の美風に染まるようになったり、現今においては大学専門学校を卒業した者さえもいるありさまであります。また巡査や教員になっている者もおります。心なき者が万人と呼ぶと、彼らの中には色をなして我らも日本人だ、万人と呼ぶのをやめてくださいと訂正を申し込む自覚ぶりであります。さて我らはさらに目を南に向けなければなりません。
がある。日本の求めてやまない石油、鉄、ゴム、綿花、羊毛、パルプ、ポーキサイト、錫がある。資源に乏しい日本がこれら生存上の必要品を求める。それが経済的難進であります。伸びゆく帝国の行く道もまたそこであります。認識せよ南進第一線台湾を。北進の一線は大満州の成立によって隠されました。年々100万を超える人口の吐け口として、産業及び国防上の資源開発として、我らの目前に残された進軍路は南のみであります。我らは極限する。我が日本が生存権を維持せんがための平和的発展策は南進を置いて他にないのである。しかして我らの南進の第一線、唯一の足だまりは台湾であります。国民は台湾の重要さを強く認識しなければなりません。台湾を礎石として南に進め、帝国国運の進展は南方へ。開け南の産業と経済の生活線を。台湾、我が台湾、お